1999年貴族院法は、イギリスの法律、議会制定法。トニー・ブレア率いる、労働党内閣の元貴族院改革の一環として、提出、検討され、1999年11月11日に、女王裁下を受けて施行された。世襲貴族は、本法の制定によって、自動的に貴族院の議席を得る権利を失ったが、 前庶民委員議長の提言から文章委員総裁を含む92名の世襲貴族は引き続いて同委員の議席を占めることとなった。貴族委員は1999年10月の時点で1330議席を要していたが、本法による議席の強制喪失に伴って施行後の2000年6月には669議席と半減した。その結果、一大貴族の占める割合が増加して、 同院における数的優位性をもたらした。英国議会議児童軍隊を伴って乱入した国王に強く還元するレンソール庶民院議長。イングランドにおける任意性を基礎とする会議体は14世紀中央に成立した。これ以降、クロムウェル大統期に貴族院が廃された時期を除き、任意性は確立された制度として現在に至っている。その歴史においては、 16世紀までは、庶民員が貴族院の下級的地位に甘んじるものであったが、徐々に対等な関係性が構築されていく。17世紀の新京都革命及び名誉革命は、絶対王政の終焉を促進するとともに、その政治的支配権を貴族院より庶民院に移行させる行使となった。例えば長期議会中の1641年に、 国王チャールズ一世が法と慣例を破って、議員内に軍隊を伴って、党員、王に反抗的な5人の議員の逮捕を迫った。この際に、庶民院議長ウィリアム・レンソールは国王に完全と、国王陛下、私は議員に使えるものとして、ここにいるのですから、議会の指示なしには陛下に対して見る目も聞く耳も持ちません。陛下のご家門に対しては、 広報等する以外にはございませんと単価を切って、庶民員の地位の向上に成功している。さらにこれ以降の歴史においても、1832年改革法による選挙権拡大以後は、貴族院は予算などの重要な政策に対して、最終的に庶民員に譲歩すべきといった考え方が醸成されるに至り、一段と庶民員の優勢化が進んだ。 こうした傾向と慣習は1911年議会法と1949年議会法成立に伴って一段と強化されるとともにさらに一歩踏み込んで貴族院に代わる第二院の形成を施行する流れとなった。ただし貴族院内では依然として保守党による支配が継続しており改革を伴う法案等は過敢に反対、廃案に追い込まれている。そのため 19世紀にかけては自由党が20世紀以降は労働党がそれぞれ貴族院廃止を含む改革の必要性を訴え続けた。貴族院改革を主導したトニー・ブレアとニー・ブレア、レア率いる労働党は1997年総選挙で地滑り的な勝利を収めて首相に就任した。労働党はもともと憲法改革を伴う貴族院の廃止を標榜していたが、 1992年以降は、立法による貴族院改革へと大きく方針転換を果たしていた。貴族院は、こうした労働党政府の方針にことを唱えていたほか、ブレア政権発足後最初の1年間だけで、政府与党法案を計38回にわたり否決して、対決姿勢を鮮明にした。とりわけ EU 議会選挙法案が五度にわたって、貴族院によって否決されるに及び、 ブレアは、保守党は民主的に選ばれた意思をくじき、かつ覆すべく、世襲貴族を用いていると保守党と貴族員を厳しく批判した。ブレアはこの出来事を労働党の掲げる改革遂行の後期とみなして、その是非を検討し始めた。1998年11月24日に議会が開会すると、同日の女王演説において貴族員改革に言及し、 呂改革を追求する姿勢を明らかにした。そのため議場は、騒然となり、与党党員は、ひや、ひや、との声を上げ、たや保守党党員は、シェーム、シェーム、との声を張り上げて紛糾するなど、波乱の幕開けとなった。さらに年が明けた1999年1月、ブレアは間髪を入れずに、白書、議会の現代化、貴族院改革及び貴族院法案を発表した。 その白書は、一世襲貴族の出席及び表決権を廃止する法案の提出、二長期的改革実施のために、王立委員会の設置、サンクロスベンチャー議員に関する首相の任命権縮省が骨子として盛り込まれていた。保守党党首ウィリアムヘーグ貴族院における本法案審議は、かなりの難航が予想されており、審議以前のブレア内閣祖閣時から、 死体戦術を抗言する貴族院議員も現れていた。例えば、第七オ四ズロー伯爵は、スコットランド法案の各条項に分割審議を強いることができて嬉しく思う。各審議には20分を要し、270以上の条項があるのだからと発言した。こうした発言に対して、セントビュードーのランダル卿は、尺位の相続資格を奪って、 世族貴族を段階的に廃止すべきだとの提言を寄せて保守党への牽制を図った。また、労働党所属のパディトンの J 助教は、貴族院はソールズベリードクトリンの監修から法案を阻止できないだろうといった異なる観点からの感想を抱いたという。こうした状況から、ブレアは法案審議に先立って貴族院側に歩み寄り、世族貴族が 暫定的に貴族院に留まる妥協案を提案した。これを受けて保守党党首ウィリアム・ヘイグは首相の言動の一貫性のなさを示唆するとともに、ブレア首相は貴族院をお友達議会に変えたいのだと強く批判した。さらにヘイグは包括的な計画や原則に基づかない憲法改正に対して保守党は一切賛成しないことを示唆した。しかし、 貴族院保守党院内総務のクランボーン施策が労働党側と妥協を図ったため、この発言は完全に裏目に出ることとなる。そのため、ヘーグは直後にクランボーン教を同職から辞任させたが、これに抗議して辞職する保守党議員も現れた。法案提出者のマーガレット・ベケット貴族院法案は1999年1月19日に庶民委員与党院内総務、 マーガレット・バケットの名で、庶民院に提出されるとともに、これと並行して、白書、議会の現代化、貴族院改革についての討論が始まった。庶民院は3月16日に340対132で法案を可決すると、翌日に法案は貴族院に提出、審議が開始された。ことここに至って、 政府から提出された本法案は労働党側と貴族院保守党陣営によってその内容に大きな修正が加えられることとなる。すなわちその審議段階でクロスベンチャー所属のウェザリル前庶民委員議長の提案で10%の世俗貴族と副議長、文章院総裁及び式部教を残存させることとされ92名の世俗貴族を残すよう修正することが決まった。 この修正の具体的な内容は、前述の貴族院院内総務クランボーン施策と、大法官、アービン教徒の間で取り決められたほか、本修正によって、議席を維持した92人は提案者の名を取って、ウェザリル貴族と呼ばれている。ウェザリル貴族のうち、75名の貴族は、当時の貴族院内における政党及び、無所属議員間の政党バランスに比例して、選出されたほか、 残りの15名は同院において役員を務める議員であり、貴族院の全会一致で選ばれている。行同条約その他にも、通イズ年の名誉教から、本法案成立後の世襲貴族の立場が、はっきりとしない曖昧な表現の多さが指摘された。またもう一つの大きな問題点として、スコットランド貴族を含む全世襲貴族の議席を削除する本法案は、 1707年合同法と合同条約に定職するのではないかという問題提起がなされた。そもそもスコットランドは合同条約によって16名のスコットランド貴族を貴族代表議員として貴族院に送ることが保障されており、加えて1963年貴族法施行以降はスコットランド貴族全員が議席を持つことを許されていた。それゆえ、 本法案は合同法と同条約第22条に違反するとともに、これを防ぐには合同の解消しかなく、そうした事態は貴族員の望むものではないとした。これに対して労働党政府は同条項が憲法に保護された条項ではないこと、議会主権に基づき法改正することも可能であることの2点を政府見解とした。最終的には、 貴族院特権委員会は、貴族院法案が成立しても合同法の条項が破られることはないと認定することで落着した。特権委員会において、第2回報告まで開催、審議された後、1999年10月26日に221対81で貴族院を通過した。貴族院審議時も一部の例外を除いて、滞りなく、進行。 同年11月11日に女王祭下を受けて即日施行された。第18代ノーフォーク公爵。ウェザリール貴族の一人で文章院総裁を世襲。第7代チャムリー公爵。式部教を務める。第3代サーソー氏爵世襲貴族として初めて庶民院議員に就任した。クインティンホック元貴族院院内総務。貴族院法は、まず、 何人も世襲貴族であるという特権によって、貴族院議員たり得ないと規定している。この規定の例外として92名のウェザリル貴族を挙げており、その内訳は、文章院総裁を世襲するノーフォーク公爵、式部教を世襲するチャムリー公爵、貴族院議員規則にのっ,とって選出された90名という構成であった。合わせて、来期の議会より、 この92議席の枠に欠員が生じた場合、直ちに五選による補充選挙を行う旨を定めている。また、本法によって、世襲貴族による庶民委員就任と庶民院員での投票に対する制限も撤廃された。これにより、社位一大放棄は、その必要性を失うとともに、第3代サーソー釈は2001年に、この規定に基づいて、 英国史上初の庶民委員議員に就任した世襲貴族になった。本法はさらに、たとえ本人の代で新規に世襲貴族に除せられた場合でも、自動的に貴族院の議席を得ることはできないことを謳っている。そこで労働党政府は、以下の本規定対象者を一大貴族に除して、特に貴族員議員に劣することを認めている。また、 歴代の貴族院院内総務経験者に対しても、同様に一大貴族に除することで議席を維持せしめる措置を講じている。この際に、初代ホワイトロー子爵は、同年7月1日に亡くなっており、一大貴族には除されていない。また、クインティンホック元院内総務は1970年に、すでにメルルボーンのヘールシャム男爵を授けられていたため、除爵の対象外となった。 なお、同職を経験していない、貴族院議員も同様で、一大貴族借位を得ていた、ものはそのまま同院の議席を維持している。例えば、第29代、黒ード伯爵は1975年に、ベルニール男爵に助されていたことから、その後も引き続いて、議席を確保することができた。その一方で、英国王族議員に対しても一大貴族女爵の提案がなされたが、 直後に王族はそのまま議員を務めることとなった。そのため、エディン・バラ公やウェールズ大公、チャールズ、アンドリュー王子、エドワード王子はこの申し出を丁重に拒絶している。貴族院議員議場。貴族院法案が貴族院で可決されると、翌日の10月27日から翌28日にかけて役員選出が行われ、29日に結果が発表された。 続いて、役員を除く、議員選挙が11月3日及び4日に開催され、翌5日に選挙結果が公表された。一連の流れはすべて法案が、女王裁化を受ける以前になされたものであり、その議員内訳は以下の通りとなった。2002年11月以降、議員の死去や辞職に伴って、しばしば補充選挙が行われている。 その投票方式には先行投票が採用されており、その得票数が過半数に達した者が当選となる。仮に過半数を得た者がいなかった場合は、優先順位付け投票制によって選出される。ブレアの後継者、ブラウン労働党政府は、貴族院法制定以降も92人の世襲貴族枠を廃止すべく改革の第2段階を主張したが、3時にわたる、 ブレア政権でもその目標を達成することはできなかった。そのブレアの後を継いだ労働党党ゴードン・ブラウンは首相に就任すると共に2007年5月9日に憲法事項省に代わる司法省を設置した。その長たる司法大臣権代法官にはファルコナー卿、ついでジャック・ストローが就任し、引き続き彼を中心として貴族院改革が進められた。 2008年7月にストロー司法省によって白書、公選の第二院、貴族院のさらなる改革が上司されたものの、翌年に生じた議員経費問題が英国政界を大きく揺るがしたため、改革は急速に下火となるとともに、ブラウン自身も求心力の低下を招いた。政権末期となる2010年に入ると、ブラウンは再び世襲貴族の排除に言及するとともに、 憲法改革及び、統治法案を提出した。同法案には、1貴族院補充選挙の廃止、20大きな違法行為をした、貴族院議員の除名、または党員提示、3貴族院議員の辞職に関する規定が盛り込まれていたが、審議の過程で一連の部分は削られてしまい、これらを除いた部分が、同年4月の議事一層期間に成立した。首相デビッド・キャメロン。 保守党による貴族院改革を主導した。副首相ニック・クレッグ2010年に成立したキャメロン・クレッグ連立内閣は保守党を中心とする前進的な貴族院改革を施行した。2012年に入ると副首相クレッグの名で貴族院改革の第二段階達成を目論む2012年貴族院改革法案が提出された。その内容は一議員構成を公選。 任命、閣僚議員の3種類に移行して、社区との関係性を立つこと、二議会法の継続運用、参議院辞職、党員停止の任用などが盛り込まれたものであった。その後、同法案は、庶民院、第二読会を通過したものの、審議途中に保守党から、造反議員が出て事態は、紛糾、委員会審査に移行することができなかった。そのため、クレック副首相は、 同年8月に同改革法案の廃案を表明、翌月には庶民委員において正式に法案を撤回する声明を行った。2012年貴族院改革法案は廃案となったものの、その内容の一部分は議員立法たる2014年貴族院改革法及び2015年貴族院法として結実した。2014年貴族院改革法は議員の引退。 重大な違法行為をした議員の失職を定めた法律で2014年5月14日に女王採下を経て成立した。2015年貴族委員法は決議によって議員の除名及び党員停止を認める法律で2015年3月26日の裁下を経て施行されている。また時を同じくしてイングランド国境界における 主教職に女性が就任することを認める2015年、聖職貴族法も成立している。こうした法制定が次々となされた背景には、ブラウン政権期に急増した一大貴族が問題となっており、自発的な引退や成果の強化が促されるという側面もあった。労働党のクロコット教は2016年に、世襲貴族の段階的廃止を盛り込んだ。 法案を提出したが、保守党の第二代トルフガン断尺によって、議事妨害を刊行された結果、廃案に追い込まれている。1911年議会法は、金銭法案審議における、庶民による優越を規定したもので、その全文において、世襲ではなく、人民を基礎にして構成された第二院を原存の、貴族院に代替することが起とされている。と謳っている。他方、 1949年議会法は、金銭法案のみならず、一般法案も含めて、庶民員の意思が反映される旨を規定した、議会制定法。対する、保守党は1832年総選挙以来の、大敗を起死している。同法案は、欧州議会選出方法変更に伴って、英国内法を改正するもので、最終的には、議会法を適用した。 ブレア政権の元強行成立を果たした。同胞思向によって単純小選挙区制から比例代表制に改正された。女王演説に際しては議員は成長することが慣例であり、この年のように騒然となるのは非常に異例の状況と言える。クランボーン教による妥協とは口実するウェザリル修正の話し合いのことを指す。バーフォード伯爵は 審議の最中に大法官席へ詰め寄って、本邦は反逆的などと騒ぎ立てて演説したため、貴族院議場より追い出される一幕があった。本邦に言う世襲貴族には、英国皇太子の帯びるプリンス・オブ・ウェールズ及び、チェスター・伯爵も含まれている。ただし厳密に言えば、この二つの爵位は、儀礼称号であって、世俗貴族爵位ではない。式部教職は、 ウェストミンスター宮殿の両院に属さない部分を管理する役職。同職はオックスフォード伯爵家の末裔たる姉妹の子孫が英国君主の代替わりごとに交代しつつ世襲している。現在は妹の子孫であるチャムリー公爵家。クインティン・ホックは1963年にヘール・シャムシ爵を爵位一大放棄している。なお、ホックのように爵位一大放棄をしていた。 接種貴族が一大貴族に上された例には、ジェームズ・ダグラス・ハミルトンやマイケル・ベリーなどが挙げられる。以下の票の人数は、貴族院役員を含むため、英語版の数値とは若干異なる。デイリー・テレグラフ氏によって、議員経費の詳細なデータがすっぱ抜かれたことを発端とするスキャンダル。このリークで大臣を含む、格闘議員の不当な使用実態が明らかになるとともに、 マイケル・マーティン庶民院議長が1695年以来となる任期途中の辞職という異例の事態となった。ありがとうございます。